皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室の先生お悩み解決チャンネルのテーマは、差別化コンセプト作りが難しいです、どうしたらいいでしょうかというあのお話にお答えしていきたいと思います。私が最初にコンサルを受ける場合にもですね、いろんな方とお話をするんですけれども、その時に一番最初に、差別化っていうか、ナンバーワン戦略というか、一番になれるところを見つけるみたいな、そんなお話をすることも多いんですけれども、自分で自分のことをね考えるっていうのはなかなかね難しいんです。でも内なるものをですね、自分がそうですね、過去の経験とかこういうことをしてきたとかああいうことをしてきた、もう本当に経験値レベルでいいんですけれども、それを書いていくことによって他と何か違う教室を作っていけるんじゃないかっていう組み合わせとかがね作っていくことができたりします。例えば、ある方なんですけどね、教室、お菓子教室だったかな、やりたいっていうことでお話を聞かせていただいて、でもお菓子教室ってねものすごくいっぱいあるので、どの領域からこの方は切ってったら特徴が出るのかなっていうことでお話をしていて、であと将来の方向性ですね、将来どういう方向性でやっていきたいのかって、これも合わせて伺っていったら、英語、イギリスに留学していたこともあったんで英語がね堪能であるっていうことで、であればインバウンドですね、海外から来る方とかに、英語で、お寿司とかねおすすめしたんですけど、お料理をね教えたりとかっていう、そういう日本の教室でやったらどうかっていう話をした方がいらっしゃって、でそれっていうのはしかも、英語を本当はね使えればいいなと思ってたらしいんですけれども、そのお菓子教室英語っていうのもくっつけた状態でやるとまたちょっと変わった感じの教室が作ることができるかなということで、そういうコンセプトはどうでしょうっていう話をねしたことがあったんです。でそれもその方が英語が使えるし将来的にも英語を使った仕事がしたいかもって心の中に思ってて、履歴書じゃないんですけどね、そういうの全部書いてもらって、あ、この人のこれはこういうふうに組んだらできるかもって言って組み合わせを思いついたんですね。だからどの道棚卸しは絶対に必要で、それをすることによって今時代から求められているものとか、その棚卸しでやっていくっていうのも一つの手なんで、例えばですね、ものすごくこう掘って掘って掘らないとその人のこう本質とか中身が見えてこないとかっていうような時には、そうですね、20枚とかくらい書いてもらう時もあるかな、今までのこととか、どういう時にあなたは感動して、どういう生い立ちがあったから今教室をやろうと思っててとか、そういうストーリーとかね聞いたりすることがあります。その中から今のお仕事はじゃあなぜやってるのかとか、どういう人に伝えたいのかとか、そんなのね探っていく時があります。ただこの時に注意しなくてはいけないのが、自分が伝えたい思いですね、こうしたい、こういうふうに言いたいとか、そればっかりを強調してしまうと独りよがりのやっぱり組み立てになっちゃうので集客しづらいんですよね。だからこういう講座があったら喜ばれるかもっていう、前提があって、その前提でいけるかどうかっていうリサーチを数字的にやるみたいなどれぐらいの市場があればこれぐらいが見込めるみたいなね、一つの計算みたいな、全部当たるわけじゃないですよ。そういう一つの計算の考え方とかがあって、でそれをやっていくことによって少しでも精度を高めていくとかね、あとはそれがうまくいかなかった場合にはまたコンセプト替えとか、発信していくとね、何かしらの反応があるとこういうのはできませんかとか言われると、それがまたヒントになったりとかするので、差別化コンセプト作りですね、それはそんな手順でやっていくことが多いです。これ正解がねないんですよ。一応こういう方向でやろうかなっていうので出してみて、それで反応を見ながらまた変える。ただ反応を見るっていうのはある程度の量がないと反応が見れないので、例えば、ブログ書いてます、
人が集まらないですという相談を仮に受けたとして、どれぐらいの頻度で書いてるんですかとかね、1週間に1度とか、いやそれは無理ですよねっていうそういう感覚になっちゃいますね。やっぱ毎日を3ヶ月から5ヶ月ぐらいずっとやって、それでも全く反応がこれっぽっちも見つからないし、誰にも探してもらえないとなると、そのコンセプトはいまいちかもしれませんけれどもね。通常はある程度リサーチして望まれるかなっていうものをやればそんなに外れないですよね。うん、で私も電子書籍とかもね教えてるんですけども、初年度はね本当集客苦労しましたね。なんとかかんとか頑張りましたけど、で2年度以降法人のところに企画書を持ってったりとか、いろんなそういう工夫をすることによって、まあ、ようやっと芽が出たっていうか、そういう感じになったんですね。だからそれが結局トライアンドエラーでやっていかないといけないので、コンセプトはねある程度まで見つかったらもう外に出していって、それが本当に望まれてるものかどうかっていうのを精査しながらやっていくっていうのがいいかなというふうに思っているので、止まってるよりはね前に進んで出しちゃった方が、正しい答えが見つかっていくと思うので、よくね皆さんの本当にちゃんとできてからちゃんとできてからとかっていう方多いんですけど、いやちゃんとっていうのはどこまでがちゃんとなんですかっていう感じですね。多少不完全な内容でもお客さんがそれに食いついたらそれ正解なんですよね。だからあこれ望まれてるんだって分かったらそれを形にしていくっていう方が多分ね楽です、集客は。だからそのあたりもね、加味しながらやられていくといいかなっていうふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。